日本統治時代の日本製鉄圏に補製鉄所。日本製鉄圏に補製鉄所は、かつて存在した日本製鉄株式会社の製鉄所である。朝鮮の高海道甲州軍に建設された。1917年に、三菱財閥系の三菱製鉄によって建設された製鉄所である。三菱製鉄の製鉄合同への参加により、1934年に、 日鉄の県に補製鉄所となった。1945年の太平洋戦争終戦に伴い日鉄の手を離れた。1920年代の一時期を除いて航路による先鉄製造から成功、工材圧延までを手掛ける図工一貫製鉄所であった。製鉄所の立地する県寺浦は朝鮮半島西側の町である。周囲には 鉱山があり、それらから供給される鉄鉱石で、県に補正鉄所は鉄鉱を製造していた。県に補正鉄所は、先鉄から鉱材までを一貫して製造する、図郷一貫製鉄所である。主な設備に、石炭を貫流して、コークスとする、コークス炉、鉄鉱石を、コークスで燃焼させて、先鉄とする航路、先鉄を精錬し航海とする兵炉。 鋼界を圧縁日製品の鋼材とする圧縁設備があった。圧縁設備で製造される鋼材は、大行の傾向と主に造船向けに出荷される厚板であった。主な設備とその能力は以下の通りである。三菱製鉄時代の創業開始当初は、陽光炉2基、平炉3基、上空、厚板圧縁設備とコークス炉で稼働していた。しかし、 第一次世界大戦後の海軍軍縮と戦後不況の影響を受け、1922年に成功、圧縁工程を停止し、陽光炉の創業のみとしていた。これらの再稼働は1934年の日鉄発足の前後である。1937年には、日鉄発足時にはすでに休止していた第一、陽光炉を拡張の上再稼働させる工事が実施された。 1940年には、成功過程に、予備精錬炉が新設され、平炉と、予備精錬炉の合併法により成功時間が短縮された。県に補正鉄所ならではの設備として、低輪袋がある。低輪袋では、低輪族や低白輪族が製造され、最盛期には、年間3万トンを製造していた。納入先は主に、呉海軍工廠である。 鉄鋼の原料となる鉄鋼石は、主に、公海道、平安南道から買って鉄鋼が調達され日には、比較的良好であった。一方、コークス用の石炭は、朝鮮半島内で特らず、河北、九州、北海道、樺太などからの購入が必要で、石炭の入荷状況が生産を大きく左右した。蒸気のような鉄鋼生産に関連する設備の他にも、 コークスロから発生するコールタールなどを利用して、ベンゼンナフタリンピッチクレオソート油、アントラセン、硫酸アンモニウムなどの化成品を生産する設備が存在した。戦後は朝鮮民主主義人民共和国において公開製鉄所と名前を変え現在に至っている。ありがとうございます。